あっちマジ4月っつーより初夏じゃん初夏。カナメ、今日それ何回言ってんの。あー喉乾いた。あ、シュン、また桃カルピス買ったの。はい、学校の自動販売機のジュースの中で一番好きなんです。へえ。ウーロン茶ポチッと。おま、何勝手に押してやがんだよ。ユウキ、誰が牛乳飲みてっつったよ。イライラしがちなカナメ君に俺からのささやかな気遣いです。誰がイライラさせてんだよいつも。まあまあいいじゃんカナメ、ウーロン茶なんてわざわざ100円出して買わなくても家に帰れば冷蔵庫に麦茶入ってるじゃん。牛乳だって常に入ってるっつの。フォローになってねえんだよ。さてと、ユウキ君どれ買うんですか。ウーロン茶。おい、はい、お前まさか俺と同じが嫌だったとかじゃねえだろうな。そんなことないですよ。別に要じゃなくったって俺は人と同じが嫌い。美味しいフルーツミックス。え、じゃあ俺もそれにしよう。やっぱそうなんじゃねえか。フルーツミックスよこせ。まだその方がマシだ。もうちょっと二人とも。ジュース一つで闘争が起きるなんてある意味平和だよね。何をのんきな。こら、そこの4人、自販機後ろが順番つっかえてるよ。あ、ごめんなさなんてね。あ、東先生、みんなでジュース買いに来たんだ。はい。仲いいんだね、みんな。別にまあ表向きだけですけどね。いや、表向きも悪いよ、君たちはあー、そういえばもうすぐ職場体験があるけど、みんなはもうどこに行くか決めたの。はい、僕日だまり幼稚園に行きたいなって。ああそうそう、俺らが通ってた日だまり幼稚園、職場体験先のリストに入ってたよね。香織先生、今もいるのかな。要の恋のお相手の。ガキん時の話だろそれ。今は違うっつの。そうだ、みんなで日だまり幼稚園に行きましょうよね。要くんも行けば会えるかもよ、香織先生に。で、別に。それに俺幼稚園の先生になるつもりねえし、職場体験行ったって意味ねえよ。そんなことないよ。幼稚園の先生になる予定がないってことは、もうこの先経験できないことができるってことだよ。きっと何か自分にとってプラスになるよ。ですって。るっせえな。分かってたよそんくらい。るっせえな。じゃ、職場体験は日だまり幼稚園ということで。はい。あー楽しみだな。うん、楽しみだね。要の恋がどんな展開を見せてくれるのか。だから今は違うっつってんだろ。日だまり幼稚園に来るの何年ぶりかな。懐かしいね。ちょっと変わったかも。滑り台新品だし。おいお前ら、あんまはしゃいでんなよ。俺たちは見物に来たんじゃなくて職場体験に。かなめくん、しゅんくん、ゆうたくん、ゆうきくん、かおり先生、みんな大きくなったわね。お久しぶりです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくね。じゃあまずエプロンつけてくれるかな。それから教室でみんなに紹介するから。はい、わかりました。香織先生、何年経っても綺麗っすね。なあって、うせな。はい、みんな、誉れ高校のお兄ちゃんたちが今日一日みんなの先生になってくれます。みんな仲良く遊びましょうね。はい。じゃあ私は職員室にいるからちょっとよろしくね。あ、はい。なあなあ姉ちゃん、彼氏いるのか。姉ちゃん、彼氏？フリエ！うわって、やめろ！イエーイ、メガネ取ったぞ。おい、貸しやがれ。おもちゃじゃねえんだぞ。怒った、
逃げろ。こっち来るぞ。やろう、ガキだからって容赦しねえぞ。こっちこっち。お兄ちゃん、お姫様抱っこして。私も。ねえねえ、彼女いるの？私、お嫁さんになったげる。いや、いきなりお嫁さんはちょっと。俺ちゃんと段階踏みたいんで。ねえ、お兄ちゃん。はいはい、あんまり困らせないでね。この人俺と結婚してる身だから。あ？嘘だもん。ほんとほんと、ほら、名札見てよ。名字同じでしょ。顔も同じじゃない。そりゃそうだ。パジャマもマグカップもお揃いなら顔もお揃いだ。それが新婚ってもんだ。そんな。ユータはもっとはぐらかし方っていうのを知らなきゃダメだよ、このモテを。ああ、そうですね。もっと普通のはぐらかし方をね。ルリア。姉ちゃん胸ねえな。はい、胸。でも俺全然平気だぜ。だから結婚してくれよな。いや、その結婚って。なあなあ。うん、ああちょっと無理ですね。この人俺と結婚してるから。はい。バカ野郎、嘘つけ。じゃあ証拠見せろよ。証拠？え、ちょっとユタ君どこに？ダメだユキ、大抵の人とは名字違うから使えないよ、このはぐらかし方。本当なのか？本当にあいつとはそうなのかよなあ。ちょっとユータ君、言うだけ言って退散しないでくださいよ。後片付けまでちゃんと責任持ってください。あんなやつやめとけって。今時の若い男なんてみんな下心ありありなんだぜ。信用できねえよ。でも君たちの方が若い気が。俺が幸せにしてやるからな。ちょっとキスですか？結婚するんだからキスくらいするだろ。要くん、助けてくださいよ。悪いな、シュン。かわいそうだとは思うが、今の非力な俺じゃ助けないって、めちゃくちゃ笑いこらえてるじゃないですか。あのね、違うんです。僕も君と一緒で男。こら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 。え？ダメでしょ、シュン。そんなこと言ったら、初恋の相手が男だって知ったら彼の心に深い傷が残るんじゃないかな。もしかしたら二度と恋ができなくなるかもよ。そしたらますます日本の少子化が進むよ。わかる？そんな。ケチケチしねえで、ファーストキスの一つや二つあげちまえ。ファーストキスは二回もありませんよ。よし、それじゃあ結婚式だ。いや、助けてください。しよ。おままごと？私がお嫁さんで、お兄ちゃんたちが旦那さん。たちって俺もですか？そうよ。しーちゃんずるい。私もお兄ちゃんとおままごとしようと思ってたのに。ふん、このお兄ちゃんたちは私が取ったんだから。そのちゃんはメガネのお兄ちゃんとやればいいじゃない。いやよ、しーちゃんがメガネのお兄ちゃんとやればいいじゃない。なんで俺の押し付け合いになってんだこれ。だいたいなんで二人とも取るのよ、欲張り女。うるさいわね、早い者勝ちよ、バーカ。みんなで仲良く一緒にやればいいのでは。いやよ、お嫁さんは二人もいらないわ。夫もね。じゃあゆうたけとゆうき家に分かれろよ。ゆうたがしーちゃんで、ゆうきがそのちゃん。はい、決定。なによ、横暴だわ。そうよそうよ。んだとは。でも日本は多重婚は認められませんからね。結婚詐欺になっちゃいますから。しょうがないわね。